広島東洋カープさん、うっかり優勝に向け化け物外国人を当ててしまう。チナスライダーはとんでもない変化する模様。化け物打者も頼むわ。とうとうラストキース揃ったの。チナ2軍でも10試合連続無失点のため、まだ来日してから1点も取られていない模様。末金という分かりやすい明確な上がり目あるからな。広島はシャイナーみたいな名前の人はどうなったの？ NPB は左のストガイ獲得すればとりあえず外れはない法則がまた証明されてしまったか。左のストガイって本当に本だと珍しいもんな。島内に続いて栗林怪しくなってきたところやから本当にありがたいわ。4番小園で優勝したら草。フランスは上位互換やん。なんか有料外国人リリーフをよく拾ってくるイメージ。さらに昔は外国人野手がすごかった。こんな投手が横浜に一人来れば変わったかもしれないのに。贅沢は言わないから、エルドレッドレベルの外国人打者が欲しい。お薬なね。えぐい球投げてるけど獲得時点ではそんな期待されてなかったんか。こいつ素人目に見ても投げてる球えぐいよな。今年の球なら0点台で完走できると思う。